では次の話題に行きたいと思います。はい、こちらが、少年 A の全記録、裁判所が廃棄ということですね。神戸連続児童殺傷、少年 A の事件といえば皆さんもそれなりの年齢の方なら、はい、ご記憶にあるかとは思うんですけど、次のパワポにちょっと事件の、はい、こちらですね、はい、1997年に起きた事件ですね、はい、2月から5月にかけて兵庫県神戸市須磨区で発生した連続殺傷事件。男子中学生、当時14歳の、中学生が相次いで小学生5人を殺傷した。犯人の少年が榊原生徒と名乗っていたことから榊原事件、榊原生徒事件とも呼ばれるというね、97年ですから25年前、相当話題になりましたよね。はい、そうですね。学校の門に首があったとか、あと首をカバンに入れて持ってなんか移動したとか。でこれ当初からね、冤罪だと言われてたんだっていうか、言う人もいたというか、弁護団はこれは冤罪であるということで、はい、言ってて、僕なんか本とか読んで、なんか匂うなって思うけど、報道はねやっぱり犯人だっていう。じゃあそのカバンに首が入るのかとか、だって首だったらやっぱり血が滴るでしょ、はい、だから普通のカバンだとびちゃびちゃですよね、血で、ね、でそういったらそれがポタポタ落ちたりするのを一緒に歩いてる人気がつかない、だって血臭いじゃないですか。そうですね、もういやものすごい匂いだと思います。匂いますよね、血の匂いってすぐ分かりますよね、はいはい、ところとか、いろいろ弁護団はね言ってたんですけど、そういう記憶があって、でも当時はあんまりそのなんか冤罪っぽいなと思っても、直接ね関係ない地域もなんで、分かんない。その後ね、なんかこの少年 A が本出したり、はい、それで少年 A っていう本を出したんです、はい、でなんか謝罪がないとかあるとか、今ねどこにいるか何やってるか分かんないし、もしかしたら聞いてるかもしれないし、分かんないことで彼の身を分かってればね、分かっちゃえばもう多分みんなからやられて大変な目に遭うじゃないですか。でもそれやって守ってるっていう部分は日本の方としてはいいなって思うんですけど、ちょっとなんか本とかね、なんかホームページ出たとか見ましたけど、ちょっと見てて気持ち悪くなるホームページだったりすると、いやちょっとこれこの壊れちゃったかなっていう気はしますけど、事件はね、そうですね、仮に確定してるしもう、なのでその冤罪か冤罪じゃないかっていう言葉を言いたいわけじゃなくて、このニュースではこの記録が全部捨てられたという、それはそれで驚くべき事実ことが、何すかそれっていうので驚いたんです。こちらですね、神戸家裁は運用は適切ではなかったとする一方、経緯や廃棄時期は不明としている。いや不明ですかっていう、こんな、一応ミスは認めてるけど、なんでやったかがわからない、だってさっきの飛行機事故じゃないけど、原因究明じゃないですか、ね、で法律ではね残すって決まってるわけじゃない、だから多分ねこれは永久保存とか100年保存とか書きません、普通段ボールに、書くか貼るかっていうふうに処理されてないとおかしいですよね、他の裁判も含めて ね、そういうので、でなんか少年法は26歳になるまではまず廃棄しないんですって、少年どの事件でもね、でさらに樹木の注目を浴びたとか社会的に大変だった事件は、ほぼ永久保存のような法律があるんですって。あ、次のパワーも出してもらえますかね、こちらですか、これが最高裁通達で、ね、だから、世相を反映した事件で資料的価値の高いもの、全国的に樹木を集めた事件、少年非行等に関する調査研究の重要な参考資料になる事件などは保存しなさいって言ってるわけです、で次お願いします、で少年が今言った26歳ですよね、でこれに該当してるわけですよ。そうですね、それがどうして捨てられたんですか、理由わかりません、ごめんなさいっていう報道じゃないですか。いや裁判所さんお願いしますよと。でなんか新聞記事によりますと、前の時に2018年とかやった時に他の事件でも捨てられてることが分かったっていうのが、ってことはやっぱり繰り返してるわけじゃないですか。じゃあ何のための内規で通達でその歴史的
検証なり時間のフィルターっていうものに対してダメでしょうっていうか、もう間違って捨てるというエラーがあってはならないとももちろん思いますが、うん、意図的に捨てたとしたらさらに問題ですよね。そう、だからこれはだから不明だから、ね、例えば保管場所に、ね、が間違ってたとか、いやシールを貼ってなかったとか、だって病院ならインシデントケースとかっていう報告があるんですよね、はいはい、それで何薬間違ったりっていうのが起きたら名前を変えるとか、はいはい、なんか似た名前の薬ってあるんですよね、はい、全く逆の作用で。最近はあの製薬会社に通達が行ったりする場合があります。名前がダメだと、あまりにも間違うのでこれは何とかならないかっていうのが出たりっていうこともあります、ね、あとなんかラベルの色とかが違って、うん、とにかくそういう薬のね間違いがないとか、はい、あと取り違い手術とかもね、はい、あるので、もうちゃんとあの間違った報告書ももちろん入れますし、うん、そういうのを集めた事例集みたいなのをあの毎年のように勉強するっていうのもやってます。入院した時に手に巻かれて名前書いてあるじゃないですか、はい、何回も名前聞かれるんですよ、うんうんうん、同じ人からもう分かってるじゃないって言うけど、いや間違いがあるんです。そうなんですね、すいません面倒くさいんですけど、はい、毎回お願いしますとか、うん、そして手術の時もお名前お願いしますとか、はい、いや実際あるんですよね、生年月日お願いします、はい、同じような部位の手術の人で間違えちゃったって、ね、で名字が一緒とかもあるわけでしょ、はいはい、でちょうど同じタイミングで乳がんの手術で、うん、片方の人は右側で片方の人は左側って、それが逆取られてなんか大丈夫な方が取られちゃったみたいなねことも実際あったりするんです。開けて分かんないですかね、大丈夫なの。だからそこら辺ももうとんでもないと私は思うんですけど、まあでもやっぱりね、うん、それこそヒューマンエラーというのはあるというのはあるので、まあ、これがヒューマンエラーだったのかどうかというところですけれども、だからなんでこうなったかは僕はちゃんと検証してほしいし、はいはい、当然なのですよ ね、 ね、はい、でまあこれだけじゃなくて、はい、この後に、はい、あの違うニュースが飛び込んできたというか、まあ、前からこれ、はい、あの連続で5日間やってるニュースなんですけど、うん、僕は興味深く読んでた記事とこれが合体した時に、はい、やべっぞみたいな感じになった。ちょっと次の記事お願いします。これは巨大地震が起こる確率 80% の根拠がタンスの古文書って、唖然とした記者は徹底検証のため高知へ向かった。これ17日からですね、はい、10月17日から5連載かな、はい、で今日で4日目くらいで、うん、東京新聞の記者が、うん、要は南海トラフで今 80% の確率で来るって言われてるじゃない、うん、はい、その 80% の根拠は何かっていうので、うん、タンスの中にあった古文書が資料だったんです、その元資料、うん、でそれがこの古文書の写真が出てるやつですよ、はい、で、これを読んだら、はい、あれれと、うん、で実は潮位のなんで誤差だけが、うん、誤差だけでガクンと落ちる確率とかね、うん、1930年以降再検証はされた形跡もない。で未だに 80% って言っていると。で地震なんかとか津波とかっていうのはやっぱり古文書で何年に、はい、あの地震があって何メートルとかどこどこまで来たよっていうのが残ってるじゃないですか、はい、そういうのをこう検証していくんだけど、はい、1回だけだとかね。でどこどこっていうのもで、あ次の記事なんですよ、はい、で連載してるとね大雑把な記録だったとかね、はい、それで防災された背景とか、まあ、記事が、うんうん、まあ、読んでほしいんですけど、はいはい、だから低い確率では予算が取れないとかね大雑把な記録で防災の策定、うん、そういうために記録が作られたというか、うん、ね、適当なあこれもらえるみたいな数字使おうみたいなのできっちり検証されてないんじゃないかと。で 80% に根拠はないと記者は確信したと。で港の上と古文書を読み解けば、なんかねほぼ毎日数千人の規模の工事、なんか江戸時代にそこは港を作るっていうので、はい、数千人入れて掘ったんですって、はい、ただ下がってますよね、うんうんうん、なんか多分下がるか上がる。でそれとそこを比べると2メーター掘ってれば2メーター高いんですよね。ああ
潮位が2メートルみたいなことになってしまう、なってしまうみたいなことが書いてあって、あ、で次の図見るとこれ地図なんですよ、はい、で古い絵地図に記録された水深の謎とかね、役人の手帳、別の資料、原点書き写しの連続の信頼性はとかね、はい、で原点を確認するのは科学の基本姿勢のはずだがっていうのとか、うん、やってないみたいなんですよ。で今回この記者が原点に当たってみたら、うん、あの時の工事でいうとその水位がね何メートルっていうのはこれ違うんちゃうのと、うん、掘った後でのその底みたいなみたいなので、これ根拠ないんじゃないのっていうことをまあ記者さんは書いてて、南海トラフでこれ記事にしてる。南海トラフってすごい話題だし防衛の予算だし、はい、テレビでもいっぱいやってて、ね、引っ越すならあっちはダメだとか、ね、いろんな予算ついてるじゃないですか、はい、それに対してこの 5回連載でね、社会面にバーンとでかい記事で出してるってことは相当な、東京新聞さんで多分社長会議か分かんないですけど、うん、やでこの記事に対する検証も全部してますよね。そうですね、自信があってねきっと出されてますよね。で記事になってない部分の資料まで僕はチェックしてると思うんですよ、うん、この記者さんから。そうですよね、このまさにその記事の中にある原点を確認するのは科学の基本姿勢というのに外れてればこの新聞記事自体がおかしくなるわけですからね。超誤報だし国の、はい、方針とんでもないことですし、これで地震が起きたら、はい、何千何百万人かね、お亡くなりになるようなことじゃないですか、はい、だから基本策定が変わるけど、これを出したってことは相当の確信、はい、でそのことが僕言いたいんじゃなくて、さっきの廃棄と見たら、はい、古文書があるから何百年経っても200年経っても、はい、古文書に当たって再検討とか、はい、ね、だから時間のフィルターなりを通すことができる、うん、そうですね、この資料が捨てられてたらどうなりますかってことなんですよ、うん、はい、これが残ってるからこれの原点は何とか、うん、この時に起きたことをこれはどう解釈するとかっていうことが揉めるけど、うん、揉む元がないと、ない少年 A の事件に関しては。だったらこれがね、まあ、すごくやらしい言い方しますけど、うん、これを作った人がその古文書を廃棄しとけば、うん、取った後にいや理由わかんないんすよつってちょっとこうと思ったんですけどないんすよねとか、でも確実な情報として 80% ですみたいな、ね、そういうことですよね。はい、自分が例えばね、僕がすごく悪い人だったら、うん、研究して 80% 通って予算も取ったと、うん、で資料を全部自分のね部屋に集めてますと、だそこが火事になっちゃいました、でも水に濡れました、ないんですよって言った時にどうしますかっていうことじゃないですか、はい、だから取ってあるんだと思うんですよ、はい、重要事件とかはあとは研究者が研究するために取ってあるのを捨てたんだよってことは、これがもし捨てられてれば、まあ仮にこれが真実だと仮定しますとね、すごい東京新聞の記事がね、記事がね、うん、すごい大きな問題じゃないですか。そうですね、ね、当時の研究者たちのまあ権威も失墜するし、それに追随してるたちも失墜するし、うん、まあこれに対してね、逆に言うと今まで言えなかった人が言うかもしれないし、うん、そうですね、もう一回これをもう一回検証しようよ、うん、彼の言うことが正しいかどうか、はい、うん、実は別のねルートでね、ちゃんとまた資料があるかもしれない、ね、かもしれないし、あるならそれを出せばいいし、ね、いいし、うん、で多分わかんないですけど彼も記者だけで解析してないと思うんですよ、うん、多分専門家にも聞いたり、はい、古文書だからね、字の読み方もあるし、うん、解釈もあるし、地元のね、うん、郷土史の方もそんな中でこうだから相当な年月をもしかしたらかけて、うん、準備して、はい、満を持して、うん、勝負の棋士でも全部は検証ができる証拠資料が残っているということの価値じゃないですか、うん、そうですね、だから議論ができるんですよ、はい、だからそれはだから大いに、まあ、僕は嘘を書いたとは思いませんけど、うん、彼もミスがあるかもしれない、うん、そしたら多くの研究者や、うん、興味ある方々が、ね、こうやって記事をオープンにしてるわけですから、うん、これをみんなで検証して、うん、お前この会社は間違ってるよとか、うん、これは違うよってやり合ってくれて、うん、いや80、やっぱり80だったよとか、うん、いや違ったよと、うん、でさらに当時の予算組のことも書いてますよね、うん、予算をもらうために確率が低いとダメだったっていう、うん、今ねなんかオリンピックで予算がどの子で揉めてますけど、うん、あれはもう昔からあることじゃないですか、うん、
汚職がね。ね。はい、だその時の、まあ、当時の多分建設省かな、はい、あたりがこう予算を取るとしたら、うん、大臣が誰でとか、うんね、今もね、なんだか大臣の時に宗教法人がどの子にとか、はい、でも誰が大臣で、どの政権でっていうのは多分分かるはずなんで、うん、そうですね。ね、うん、で多分新聞社を押さえてるはずなんですよ、うんうん、書いてないだけで、はい、だそういうのを検証できるようにするのが人類の知恵だと思うし、うんそうですね、素晴らしさ、そのための法律だったのに、うん、それをお前捨てやがったな裁判所っていうのに対しては、うん、もうなんか本当に分かんないですよ、この事件は冤罪じゃないかもしれないし、少年 A に関してね、うんはい、でも冤罪じゃないとしても本当にやったとしたら、うん、その精神鑑定のやり方とか報告書も捨てられたんです、はい、だその精神鑑定の質がどうだったのか、うん、あの事件では、例えばいろんな事件の精神鑑定がありますけど、はい、専門家がね、精神鑑定のやり方っていうのを研究していって、うん、報告書の例えば書き方とか、うん、果たしてこの精神鑑定はいいのかと、うん、こういう質問でこう答えたら、うん、今の科学でいうとこういうふうには解釈しないで、はい、こういうふうに解釈するとか、うん、まあ名前が何かあると、何だか症候群があるとしたら、うん、いやこれは何だか症候群だったからこういう犯罪を犯したのではないか、うん、っていうふうにとか、なんか再検証できるじゃないですか。そうですね、類似事件が起きた時にももちろんね参考になりますしね、うん、でこれはだからもう100年じゃない、もう200年とかね、この、 あの東京新聞の記事ですね、記事は、はい、その時を隔てても今できるとしたら、うん、これだって同じじゃないですか、うん、そうですね、ね、うん、それがもう200年とかじゃなくてね、はい、多分これはもう歴史に残る事件ですよ、うん、オウム真理教事件もそう、少年もね、ね、で、うん、オウム真理教事件も残ってる、はい、残してるっていうことですから、いやね、これを捨てるのはないでしょう。で今ね、例えば大重要事件で再審してると10年ごとにね、うん、再審するんで取っておいてくださいっていう、はい、あの弁護士からね、うん、出すわけですよ、うん、そうすると捨てられないんです、うん、取っておいてくれる、うん、はい、それをなぜか捨ててましたって言ったら、うん、いやいや今再審しようと思っててですけどとか、いや研究しようと思ってたんですけど、うん、この事件がね、なんか違う事件があった時に、ああの事件があったな、あの時なんて言ってたんだって言って研究しようと思った時に、うん、は、捨ててました、恋とは思いたくないですけど、はい、そういうミスはなんかすごい、なんか人類にとって、はい、裁判所としてはすごい大きなことだなって思ったんですよね。そうですね、そんなこの2つの少年 A の捨てたのと、うん、思ったら今日の夕方にこの、はい、あ、そういえばあの記事があったなって、うん、この南海トラフのことですね。南海トラフは読んでる時はそんなことないから、ただ、はい、これ公営公文書でそうか、あれ違うんだとかと思って、うん、自分の興味関心で読んでたんですけど、はい、この記事来ると、あ、これを不正だというか、うん、できなくなっちゃったな、はい、っていう時で、僕はまあ冤罪の可能性があるなと思ってたんで、でそれをやった弁護士さんともね知り合いなんで、ただ、うん、いや僕は冤罪だと思ってますと、ただね、あの時代はっていうのがあって、まあね、お世辞かなんか、あの時代に君と知り合ってたらもっと違う戦い方したよって言って、要はメディアに対してどうやるかとか、まあ、あとね、あの、インターネットとか SNS はない時代じゃないですか、うん、そうですね、あんまりね。ただ今ならもっと SNS 使って、こう、社会に、マスコミに対してもね、こう違うんじゃないかとか、いっぱいできたよねっていうのを言ってて、だからすごく残念、うん、ね、そうですね、これ直接関係ないからこれぐらいで済んでるけど、これがもし自分に関係するとかそういう事件で、もし自分がね、うん、いや再審したいと思ってて永久保存だから準備してましたって時に、うん、自分の手持ちしかもうないわけでしょ。そうですよね、大体あの再審でやろうとするときに、その引き受けてくれる弁護士さん自体もね、うん、なかなか見つからなかったりしますよね。なので本当にこう実際本人が思ってから再審っていう動き、弁護士さんを含めた動きになるまでだってタイムラグもある。そんなことを考えると、やはり証拠というのはきちんと残しておいていただきたいし、でこれがさっきの一番最初の、うん、改正再審法で、じゃあ証拠開示がないってことなんですよ、はい、うん、そういうことですね。自分の手持ちだけでやるなら、はい、隠されていた供述調書や、うん、まあ、隠されてというか出さなかった供述調書は何か自分にとって有利な証拠があるかもしれない、うん、それが全部もうないということなんですよ。破棄されてる、うん、
だから僕はもう本当にとんでもないレベルのミスだし、うん、二度と起こしてほしくない。そうですね、うん、だこういうのもあれですよね、それこそああそうなんだ捨てちゃったんだで終わりそうですけど、うん、いや実はとんでもないことだよっていうふうにね、う思わないといけないねこれはっていうことですよね、うん、だから単独ではわからないんですけど、うん、この3つの記事が揃うと、はい、それぞれにおいて大事なことで、はい、まあこの南海トラフの記事はまあ、はい、僕は立証しましたよって、うん、まだ自己立証ですけど、はい、自己立証しましたよっていう、うん、じゃあそれ行くには真ん中の神戸は何やったんやの、うん、そうですね、でじゃあ再審しようと思ったら新証拠出せってなったとして、うん、ね、もし再審改正法になりましたって言って、うん、よし新証拠あるぞって言って、うん、この弁護士先生が俺やっぱりこれ違うんだもう一回やりたいんだって言ってやったら、うん、えないの証拠、うん、っていう、そうですね、うん、これはちょっとひどいなって思ったんで、うん、今日はこの3つを ね、はい、並べるとうん、分かるよね、分かりますよね、3つ並べれば、はい、単独だとなんか俺が吠えてるとか思ったこと喋ってるけど、うん、3つ並ぶと、うん、今だから日本はとんでもないことが起きてる。そうですね、でもう一つ角度を変えると、この南海トラフの件があって、その古文書があって、うん、でそのこの記者さんはこれはこの 80% っていう証拠はおかしいんじゃない、うん、っていうのでこう問いかけたわけですよね、うん、でこれできちんとまた検証がいろんな本当に研究者が寄ってたかって検証して、うん、で正しい答えを導き出すっていう方向に動くといいなって思いますし、再審、ね、も同じですよね、証拠はじゃあ出した上で、うん、じゃあおかしいって言うならもう一回見てみようって言ってやり直して、検察ももう一回ニュートラルに見た結果、あやっぱり有罪だったね、あれ無罪だったねっていうのをちゃんと見るっていう、そういうこう議論が始まること自体が大切っていう感じがしますよね。こうやって目指したら無視されますよ、うん、権威者というか政府とかも何言ってるんだよ、はい、80% だよって、うんうん、ね、でこれがもし40とか20だったら予算改正って話とか、はい、また今度そこを言う人がいるじゃないですか。そうですよね、だから過去のことはもう訴求しないと、うん、ね、だけど違うよって言えば、うん、まあ、国民はまた安心するだろうし、うね、開発もいろいろ変わるだろうし、はい、まあ、でも科学ってそうやって変わってきますもんね、結局、うん、天動説から地動説になった時もね、それでも地球は回ってるって言って、そっからいろいろ調べていったり、いろんな研究者が継続的に検証していった結果、あ、やっぱり回っていたねっていうような話になってくるっていうふうに、うん、検証が続くっていうことがやっぱり人間の大事ななんか進化なんじゃないかなと思うと、やっぱり止めてほしくないかなと思うんですけどね、うん、これが記者さんが検証してる、要は地質学者とかは検証してなかったのかなと、うん、逆に言うとこれの資料をねくれっていう地質学者の地震学者がいて、はいはい、ね、自分のコンピューターにこのデータを入れたら、うん、いや確率違いましたとかってなっていく、うん、そっちの方向にね、うん、どんどんなって、うん、その予算がどうとかそういうちっちゃな話じゃなくて、うんうんうん、真実は、はい、こうなんですっていう方向に、ね、うん、なるし、だから国民もそこに、うん、あれどうなったんだあれどうなったんだとか、はい、注目をね、うん、するようにして要はこれをあなんか記者書いた人いたねみたいな話で終わらせないでもらいたいなって強く思います。そうですね、僕は、まあ、はい、これは最新には関係ないですけど、うん、僕はやっぱりこの記事は注目していきたいなと思いますね。日本沈没っていうね、テレビでね、やはり学者さんが最初はちょっとその国のミスを認めたくないとか、それこそね予算絡みとかいろんなところで、うん、いやいや亀裂は何もなかったよみたいな、うん、それは本当にそれでいいんですかっていうところで、国は守るっていうところで、いやあれはありましたっていうね、途中で発言を変えるっていうようなシーンがあって、なんか本来やっぱりねそっちに行ってほしい、保身じゃなくてね、本当に国民を守るためにはどうなのか、まあ、それは本当にこの地震だけじゃない、再審も含めてですね、うん、で再審にならなくても裁判資料っていうことでいけば、本当に多くの、ね、国民に関係する、うん、もしかしたらすぐあなたかもしれない、今日ね聞いてらっしゃる皆さんかもしれない、皆さんの近くのお友達や家族にこういうことが起きるかもしれないっていうことを考えたら、やはりヒューマンエラーというのはあるかもしれない、だからこそ気をつけるし、うん、何か起きたら検証するっていう姿勢っていうのは本当に大事ですよね。オリンピックも今ねいろいろですけど、はい、やっぱりオリンピックも昔から言われてることじゃないですか、
ね、ですね。でフランスは許さないとか、でも日本はなんか許したとか許さないとかやってて、うん、それで今回ねバーンとメスが入って、うん、ね、日大のこともメスが入ったし、だからちょっとオリンピックなんてやっぱりある意味タブーだった部分を今回検察はしっかりメスを入れてるんで、まあ、どこまで上がるかわからないし、どこまでね、うん、上の人が何をやったかわからないですけど、今ね逮捕されてる起訴された人があれがトカゲの尻尾かもしれないし、うんそうですね、あれがあの方が本当にそうかもしれないしっていうので、うんまあ、ちょっとオリンピックは頑張ってるなと、うん、でこれで札幌誘致のことも影響出てくると、うん、僕はそれで潰れても全然いいと思うし、だからそこで山下会長かな、日本のね、うん、とかちゃんと全てを出してくださいみたいな発言をね、うん、僕はすべきだと思うし、メディアもね全部海を出しましょうって言って、別に日本に来なくたっていいし、で選手からすればね楽しみなフェスティバルが一つ減りますけど、うん、そのこととね、その海のこととあまり別に綺麗なオリンピックに していくっていう方向に理事は持っていってほしいし、うん、日本はそこで頑張ってほしいなって思いますね、うん、そうですね、本当ね、つぐみさんがさっき言ってくださった、本当に日本にいろんなねとんでもないことが起きてるというね、うん、まさにその一端なんですが、まず本当に私たち国民がね一人一人できることは意識を向けるって、うん、何が起きてるのかな、あこれってもしかして自分に関係ない話じゃないのかもなって、こうね本当に意識を向けるところからスタートですよね。はい、はい、そんな風でます、皆さんもしね新聞読んでいたら、あれこれなんかちょっとこの記事気になるなと思うもの、目に留めていただけたらと思いますし、今日のお話聞かれてて、あちょっとこのことはどうなのってね、何か疑問を持たれた方、ご意見ある方はぜひYouTube の方にもねコメントを皆さん送ってくださってますので、同じように入れていただければと思います。はい、それでは本日はこれで終わりです、はい、いいですかね、はい、はい、あご紹介いいですか。ああ本ですね、はい、お願いします。こちらまず12日、はい、来月の12日に和歌山カレー事件の再審請求勉強会が東京で開かれますね、はい、東池袋 の、 東京メトロ、有楽町線東池袋駅ですね、のもう駅出てすぐのねビルになります。そこのアウルスポット会議室で、12日13時半から行います、この QR コードちょっと読み取れないという方は Facebook に、ね出ておりますので、あとリザスと和歌山カレー事件で、はい、ホームページが出てきます、ね、そこに情報があります。それでね、じゃあ検索してください、はい、リザスと和歌山カレー事件、はい、はい、でそれで検索をお願いします。それから、その時にも役に立つであろうこの書籍ですね、和歌山カレー事件再審請求書面を解析してみるとということで、チャートでね解説してあります、はい、非常に分かりやすい、こうそのチャートだけ見てでもね参加していただけるとね、はい、あこういう事件なんだなってこう分かって参加していただけるので、こちらもよかったら、手に取っていただければと思います。それから、これ予約が開始したという、いやまだですね、これからAmazonの方、はい、Amazon がね、はい、登録方法が変わったんですよ。そうなんですか。今までね結構簡単っていうか、はい、慣れてたやつが全然なんか違って、うん、まあ出して一応送信可にはなったんで、じゃあ間もなく、間もなくですね予約可になるであろう、まあ、一応25日に、うん、僕のとこには来ます。あそうなんですね、はいはい、それから、まあ、Amazon はそれまでに、うん、まあ終わってると思うんですけど、うん、だからまあ月末には販売できますので、うん、なるほど、これはねまた全部がまとまってるんですよ、うんうん、冤罪死刑をもてあそぶ国家ということでね、さっきも再審法のところでね冤罪は国家による最大の人権侵害というのがありましたけれども、うん、まさにね、死刑をもてあそぶ国家というところで、こちらの本もじゃあ交互期待というところですね、さらにシリーズ本もございますので、よろしければ、ご覧になってみてください。はい、じゃあ宣伝も含めて、はい、以上ですね、はい、では、鶴瓶さんどうもありがとうございました。収録スタッフの皆さんもどうもありがとうございました。視聴の皆さんどうもありがとうございます。